まさかのアフレコでお送りします。駅を出たらまっすぐまっすぐ手際の旗に沿って歩いていきます。すると今日初めてですか、宮崎来るのは。スタジアムに来るのは初めてですね。宮崎県自体は10年ぶりなんですよ、ね、あ、そうなんですか、はい、飛行機で来られて。今日は電車ですね。宮崎切符っていう切符で、はい、まあ、福島から 3日かけてきました、はい、電車で来たんですか。そうですね、はい、すごい。ようこそ宮崎。ありがとうございます。どうですか、新富降り立って。いやー、すごいのどかな雰囲気で、なんかいいなと思いますね。ありがとうございます。すいません、引き止めてしまって。いや、大丈夫ですよ、問題ないですよ。まあでも、まあ、今日はお互いフェアプレーでね、一試合できれば、演じれればと思いますね。に負けないぐらいの熱いゲームに。じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さらにまっすぐ歩き続けると大きな交差点に突き当たります。この交差点の右手にはあの緑の建物わかりますか。これはスタジアムグルメでも大人気の焼き鳥屋椎の実さんの実店舗です。スタジアムでも大行列、皆さんお店の方にもぜひ行ってみてね。この時点で出発して10分程度が経過していたと思います。この日の試合は18時キックオフ、撮影時がまだ13時くらいだったので、ちらほら手際のサポーターさんがいらっしゃるかなといった感じでした。そしてね、めちゃめちゃ暑かったので、歩く際は必ずお水を持ってきてね。あれ、何か見つけたようです。なんだなんだ。え、これバッタ向きから見てるかもしれない。はい、ってな感じで駅からスタジアムまでの道のりは本当にのどかなんです。虫もね、そりゃいます。虫だけではないですよ。なんと次に見つけたのは大きな大きな、なんだこれ、かぼちゃですかね。本当にいろんなものがこの道にはありました。普段試合のたびに通っているはずの道なのですが、歩いて初めて見つけたお店、見つけたものなど新しい発見がたくさんありました。普段車の方々にもぜひ一度は歩いてユニスタに来ていただけたらなと思います。道順は簡単、駅からずっとこの手際の上り旗に従って歩くだけです。全然迷わないよ、迷う要素ゼロ。見えてきました、照明がここから見えます。もう間もなくスタジアムですね。 Shall we begin?スタジアムが見えてきたらゴールはもうそこ、まっすぐまっすぐさらに歩いていきます。ユニリーバスタジアムの手前には最近誕生した新富町フットボールセンターという施設があります。この日は女性の選手たちがプレーしていました。サッカーの街という感じがとっても伝わってきますね。このままフットボールセンターを通り過ぎ、小さな横断歩道を渡ると、手前にはスタジアムの駐車場、そしてその奥にはユニリーバスタジアム全体を見ることができます。さあ、スタジアムに到着しました。撮影時間が少し早かったので、まだあまり人はいませんが、コーンに沿って歩いていきます。は総合案内で購入することができます。ボランティアスタッフの皆さん、早い時間からありがとうございます。チケット販売所行けました。はい、これ、はい、1枚、はい、
はい、S 席というのがですね、一番メインの真ん中なんですよ。はい、とホーム側のゴール裏と A 席が両サイドって感じですね。S と A とゴール。なるほど。芝生なんですよ。ゴール裏のチケットをゲットしました。ちょっと会場まで時間があるということなので、少し私はスタグルを見て待機列の方に並んでいきたいと思います。スタジアムグルメは会場前から販売しています。今回私が購入したのは B ハッピーさんのはちみつレモネード。国産はちみつと宮崎県産のレモンを使用しているそうです。美味しかった。入場するまでの待ち時間にぜひ飲んでみてください。時間になったのでいよいよ入場します。チケットの半券を入れて入場口を通過してください。スタンド席だったらここを上がって、今回日向新富駅からユニスタまで徒歩15分程度かかりました。ゴール裏席からの眺めはこんな感じ。ユニスタはピッチと座席の距離が近いのも魅力の一つです。この動画が初めてユニスタに来る方の参考になっていたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。またスタジアムでお会いしましょう。